ケー、音オッケー、リアクションオッケー、よー、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。あなたは一日どれくらいの時間をスマホに使っていますか？スマホばっか見ていると首が凝ってしまいますよね。疲れてしまいますよね。今日はそんな首の疲れを解消してくれる首枕を紹介します。質問です。皆さんは普段長時間椅子に座っていませんか？また仕事や勉強中に誤った座り方をしていませんか？悪い姿勢により頸部にダメージが加わってしまいます。そこでこちらです。こちらの出番です。開けていきます。トリセツ。もう一個トリセツが入っておりました。横23センチ、高さ10センチ、 315g。 こちらの新開発された首枕を10分使うだけで首のストレッチができ、首周りが良くなります。首枕の効果について、こちらの首枕は人間工学に基づいた直線、首のカーブにぴったりフィットし、首の負担を軽減してくれます。正直見た目はごっついですが、低反発素材のポリエステルが使われており、沈み込みます。結構力を入れてます。想像以上に柔らかいです。こちら首を預けると重さで形が変形し、戻る力でしっかり首を支えてくれます。うん、あ、ここが一番気持ちいいですね。うんうんうん、めちゃフィットする。あ、これ瞑想するのにいいな。ちなみにここ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個のくぼみがあります。こちらは指圧突起の効果があり、首の筋肉が軽くなります。3つのストレッチに対応。こちら首枕3つの効果が得られます。水平ストレッチ、直線ストレッチ、上にストレッチ。衛生面、濡れても簡単に柔らかいのでさっと拭き取ることで清潔感をキープ。本体はウレタン製。こちら持ち運び簡単です。とっても軽いのでカバンにさっと入れて持ち運ぶことができます。自宅、オフィス、出張、旅行先など様々な場所に持ち運びできる軽さとなっております。最後にこちら使う注意点を紹介します。通常この枕に慣れるには1から3日ほどかかります。首の輪郭に気をするための時間です。1回の使用時間は5分から30分以内。これはもし長くやりすぎますと首や肩の疲れの原因になりますので、長時間使用はお避けください。そしてお子様、妊婦、お年寄りの方はお控えください。こういくんで、こっちの方がすんなりいきますね。いかがだったでしょうか。1日10分使うことで首が軽くなります。姿勢が下向きの方にはおすすめです。高すぎず低すぎず、ちょうどいい高さで首がフィットしてめちゃくちゃ気持ちいい。こちら人工工学に基づいた曲線、首のカーブにぴったりフィット。首枕、興味がある方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。1日10分使ってきます。どれくらいの時間をスマホに。首枕、さまざまな場所に、ちょっとためにいきます。傾斜をつけたいんだよね。